れ？誰もいないじゃない。大丈夫よ。ハヤト君、キクちゃん？まずはこれをこうやって挟むんだけど。絶対大きい。これじゃうまく挟めないよ。なのかと思ったら、トーストサンドの話ね。ハヤト君の切ったトマトが大きすぎてうまく挟めないって話をしていたんでしょ。もちろん分かってるわ。とりあえずトーストサンドを作るだけだし。よく言うわよ。何その失敗作。もったいない。でもやる気があるのはすごくいいことだと思うよ。そうか。店長としてそういう姿勢は私も認めてあげるわ。え？気安く触るんじゃないわよ。な、どうした？さあ始めましょう。なあ、キャロットラペの上にハムを敷いて。なあ、あ、トマトはもっと中央に。あ、こうか。ちょっとおきくちゃん。おきくちゃん？生ハムやパストラミを使ったサンドイッチの方がいいと思うけど、時代に合わせてメニューも変えていくべきよ。おばあちゃんが生きてたらきっとそうしてたわ。でもいいから早く教えてくれよ。園長でしょ。古臭いっちゃ古臭いよな、ばあさんのメニューは。ひどい。そんなこと、おばあちゃんの家の前で言える？食ってあげる。私が作ってあげる。おばあちゃんを完コピしたファミリアのトーストサンドを。これがおばあちゃんから教わったトーストサンドよ。できたわ。生ハムとパストラミのサンドイッチよ。私たちの食べてみて。そしてどっちがいいか選んで。私の方かキクちゃんか。おい、もう腹いっぱいで一口も食え。残しときなさいよ。私たちの分食べるくらいの余裕。まあ作り方は大体分かった。少し部屋で横になってくる。私の方が美味しいってハヤト君に言って欲しかったのに。なんだかやる気出てきた。そうか、それは良かった。ちょー